メドハギは、ハギ族の雑草で、まっすぐに立つ姿が特徴的である。薬草としても使われるほか、独特の利用が知られる。メドハギピアース、バリエーション、サブセスリスミックは、日本では道端によく見かける雑草である。ハギの仲間ではあるが、細かい葉が密生し、いわゆるハギとは印象を意味する。ひょろりと立ち、枝分かれして、束状になった姿は独特で、 一目見れば遠くからでも区別できる。細長い放器のようでもある。ただしその分布は広く変異も多い。普通には単なる雑草であるが薬草として使われることもある。それ以外に文化的な面で利用されることもある。官名は鉄草放器。名前の由来については、巻野はメドハギであり、元来はゼーハギといったのが生まったものとしている。立ち上がる。 多年層で高さは1メートル程度になる。茎は固く木質化するが、年を超えず、翌年はまた地下から茎が出る。茎の基部ではあまり枝分かれせず、途中あたりから多数の枝を出す。それらの枝は狭い角度で主軸から出て、ほぼ上へ向かうので、全体の姿は逆さまに竹棒器を立てたような姿となる。初期にはまっすぐにひょろりと立つが、秋になると、 次第に頭でっかちになるので、うなだれるようになるのがよく見かけられる。葉は三室服用で、小葉は幅が狭く、共闘乱形線形で、先端が丸い。側小葉より、いただき小葉が、やや大きい。この葉も茎に、やや寄り添うように上向きに伸び、茎の周りに、草のようにつく。花は8から10月に咲く。溶液に2から4個ずつ集まってつく。 全体に淡い黄色で、旗弁の基部に紫色の斑点が一体ある。果実は種子を一個含む不死化で、卵形で扁平、まばらに伏せた毛がある。平下げが溶液につき、果実はほぼ円形、額片には一本の脈がある。日当たりの良い草地に見られる。雑草として、道端にもよく出現し、その他堤防や河原などにも見られる。北海道から、 琉球列島まで広く分布する。国外では、朝鮮、中国、ヒマラヤ、アフガニスタン、マレーシアに分布するほか、オーストラリアに帰化している。変異が多く、以下のようなものを区別するが、それらを別種とする例もある。基本ア種であるシュベリアメド派には、閉鎖下の学編に300あることで区別される。日本では、本州北部に稀に見られ、国外ではアフガニスタンから、 シベリア東部にかけて見られる。ハイメドハギ見かけが全く異なるのは、ハイメドハギ大橋で、茎は立ち上がらず、地表に這うように伸びる。枝あかれも狭い角度をなさず、ほうきのような姿には見えない。また、小葉は、やや幅広く柔らかい。背の低い草地に生える。本州以南に見られ、国外では中国から知られる。さらに長く張って、茎に開けでする毛のあるものを、 スルメドハギというが、これは猫ハギとの中間的な形質であり、両者の雑種であるとも考えられている。常述のように元来は税ハギと呼ばれたが、これはかつて税畜の代わりに用いられたことによるという。一部では薬草として利用されたことがあるようだが、広く薬効が認められているわけではない。池田、山田では、よろずの腎臓病に効くことが記されているが、 薬草に関する書物でもこれを取り上げないことも多い。メドハギの放棄と箸他に、お盆との関連で使用されることがある。沖縄本島地方ではお盆のお供えの禅に、メドハギの茎で作った箸を添える風習がある。これを、僧楼箸、僧楼名詞といい、漢字は、精霊箸を当てる。特に13日には、運慶重視にこの箸を添えて、お供えとする。また、 メドハギの枝先を束ねた放棄をお供えとする。これは祖先の霊が長旅をしてきたので、これで足を洗うのだとのことで、水の入った容器とともに備える。類似のことは、他地域でも見られ、奄美地方では、小牢橋といって、同様に用いる。また、津島では、黄金の橋としてやはり、メドハギを用いる。メドハギの茎は、断面が、円に、近く、 またほとんどの部分でまっすぐに伸びるため、適当な長さに折るだけでお箸の定裁ができる。木質化しているため結構丈夫でもある。ありがとうございます。